オリンピックでも馴染みのある機械体操や新体操と同じように体操競技にカテゴライズされるエアロビックですが、音楽を使用するため陸上のフィギュアスケートと言われることもあります。今回はジャンプの技をいくつか紹介していきます。パイクジャンプ。パイクジャンプは両足を伸ばし空中で前屈の姿勢になる技です。柔軟性はもちろん、足を勢いよく持ち上げる腹筋も必要になります。ストラドルジャンプ。ストラドルジャンプは空中で左右開脚の形を作ります。チャレンジしたい場合は開脚ができることが必須条件です。コサックジャンプ。コサックジャンプは片足を伸ばし反対足は曲げる状態でコサックダンスの形を空中で作ります。普段は基礎トレーニングになる柔軟配信をしているので、もしよかったら覗いてみてください。